そうだね、住処として落ち着いてきたっていうか。あれ、ゆいちゃん宿にいないみたい。どこか行ったのかな。すみません、ゆいちゃん見かけませんでした。ゆいちゃん、ちょっと前に宿から出かけて行ったのは見かけたけど、どこ行ったかまでは知らないな。ああ、あの子なら町の外にいたのを見たぞ。さっき俺が迷宮区から戻ってくるときに見かけたんだが、草原のあたりをうろうろしてたぞ。Thank you.
ちゃん、いた。ゆいちゃん、よかった、無事だったんだね。ママ、心配かけてごめんなさい。パパが助けてくれたんです。さすがはキリト君ね。私の方が先に探しに出たのに。ちゃんが危ないと思ったら、いても立ってもいられなくなっちゃったんだもん。それでゆいちゃんはなんでまた一人で外になんか出たりしたの？それはアイリスの花を取りに来て。アイリスの花？頼んでくれればゆいちゃんが危険を犯さなくても私が取ってきてあげるのに。はい、ごめんなさい、パパ、ママ。それじゃあ私からは何も言わないでおくね。だね、お風呂に入りたいし。あの、パパ、ママ、3人で手をつないでいきませんか？私が真ん中で。そうなってもキリト君の索敵スキルですぐわかるんだし大丈夫じゃない？じゃあ私がゆいちゃんの左ね。ありがとうございます。
中から出ていくようなことはないと思うんだけど。あれ？あそこで寝てるのってキリトさん？それにピナも。心配して探してたっていうのに、ピナったら。それにしてもキリトさんもピナも気持ちよさそうに寝てるな。さすがに起こしたら悪いよね。それじゃあ私もピナの真似して。聞いてみて。旅のお方、どうか私の願いを聞いてくだされ。なんかね、私たちにお願い事があるんだって。
83層に広がる森を訪れてほしい。その奥深く、うっそうと茂る木々の間に、遥か昔に置き去りにされた一つのペンダントがある。それこそが私の求める太陽のペンダント。それを見つけて届けてくれまいか。面白そうじゃない。ねえお兄ちゃん、早速行ってみようよ。占い師さん、あなたの願いは私リーファとこの黒の剣士キリトが聞き届けたわ。おお、ありがとうございます。引き受けてくださるとは。されど気をつけなされ。あの森の中にはどう猛なモンスターたちが住み着いている。波の戦士では太刀打ちなどできはしない。どれほどの猛者たちがあの森でムクロを晒してきたことか。任せておいて。お兄ちゃんはそんじょそこらの戦士とは違うんだから。ほらね、頼りになるでしょ。さ、じゃあ早速出発しよう。